本日は創業50年鈴木カレーに参りました。みんなカレーは好き？大好き。昔ながらの普通のカレーですが、どうぞ召し上がってくださいね。おいしそう。じゃあ早速食べてみよっか。いただきます。うれー、おいババア、チラシの広告代いつ払うんだこれ。すみません、最近お店が厳しくて。知るか、うちも厳しいんだよ。店潰したのか。そんなてめえは何カメラ撮ってんだこれ。すみません。俺たちを誰だと思ってんだこの野郎。今払え。なんだてめえら、黙って聞いてらこら。どこのもんだてめえこの野郎。え、何、どこの国か聞いてんだこの野郎。こんなちっちゃい店に上納金払わせて恥ずかしくねえのか。何をこの、なんだこれ。なんだとこのクソナギがこれ。なんやこのチンピ野郎が。やんのか、やんのかこの野郎。あ、表出ろこれ。なんだこいつら。逆ドッキリ。まあまあまあ、そこまで。そこまでもクソも、こんな奴らほっとくと調子に乗るんですよ。どこの組のもんだこの野郎。なんだこれ。スタッフ逆ドッキリ。これどうすんの。バレバレだけど、とりあえず名乗るか。組の名前、また人に有名な大黒会だよこの野郎。やんのかこれ。大黒会。これは大変失礼いたしました。本家の方々だと思いませんでした。許してください。こいつら芝居うまいな。負けられないぞ。今さら謝られても遅いんだよ。大黒会に喧嘩吹っかけてタダで済むと思ってんのかい。わかりました。指詰めて詫び入れます。ちょ、それはいいよ。これ